ごめんなさい、私天使なんですけど、コンビニ行こうと思ったらこの上でカラスとぶつかっちゃって、あ、すぐ出ていくんで。じゃあこれじゃ飛べないじゃん。おーい、神様。はい、はいはい、なんでしょう。ここでかわいい天使が困ってます。天使級にかわいい天使が。それはそれは、どうされましたか。壊れちゃったの。何がでしょうか。羽根。おやおや、お気の毒に。だったら早くなんとかしてよ。あ、急ぎですかね。今ちょっと揚げ物してるので。嘘つかないでよ。ねえ早く、私そっちに帰れないから。はいはい、じゃあポイント確認するのでカード出してください。どこしまったっけな。あった。はい。あ、そっちじゃなくて裏向けてください。裏のバーコード。そっか。はい。これはダメですね。なんで。ポイントがですね、足りてないんですよ。そう、そっか。この前一回靴下と交換したからか。ではまたポイントを貯めていただいてお声かけください。それではごきげんよう。ちょっと困ったな、どうしよう。とりあえず。は、はい。朝ごはんいただいてもいいですか。え？というわけで、展開ではこの A ポイントカードっていうのがあって、何かいいことをするとここにポイントがたまっていって、そのポイントをお金や物に変えて日々生活してるんです。はあ、レンタルビデオ店みたいなもんですか。そう。知ってるんですか。いいことって具体的に何をしたらポイントが貯まるんですか。何でもいいんです。電車で席を譲るでも、ゴミを拾うでも。でもその価値によってポイントの量も変わるってわけです。なるほど。お兄さん、何か今困ってることとか助けてほしいことってないですか。すいません、つまんないことしかなくて。いいんです、コツコツ行きましょう。はい、できた。私作ります。あ、おいしそう。よし、はい、できた。夜に温めて食べてくださいね。夜が楽しみです。どれどれ。なんで、なんで減ったの。もうおかしいよ。食材粗末にしたって判断されたんだろうな。もうこんなんじゃいつまで経っても帰れないよ。新品の羽って何ポイント必要なんですか。確か3万ポイントです。先の長い話ですね。なんかお兄さんの音すっごい悩みないの。私解決してあげるからさ、なんかドカッとポイント稼げそうなやつ。悩みですか。そう、恋愛の悩みとか。えんない。あるの。好きな人はいます。なになに、早く言ってよ、はい、応援する、超する。いやでもでも、ほとんど話したことのない人で。
一方的に憧れてるだけでして。いいじゃんいいじゃん、そういうのデート誘う。ねえ誘う。でも本当全然話したことないんですよ。そんなの関係ないって。連絡先くらい知ってるんでしょ。いえ。なら大丈夫、あとは私に任せて。キューピッドの本領見せつけてやりますよ。あの本当に書けるんですか。何今さらおじけづいてんの。大丈夫、私がついてんだから。あ、もしもし、突然すみません、井上ですけど。井上さんだったんだ。用と言いますか、あの、その、いや、僕、実は、あなたとずっと話したいと思っていたんです。うん、趣味なんか知らないよ。なぜなら、僕と あなたは趣味が一緒なんです。で、きっと、話が合うと思うんですよね。うん。本当だ、向こうも俳句マニアだった。ああ、そう、うん、そうなんだ。今度、ぜひ二人きりでゆっくりと俳句デートしませんか。あなたとならきっといい俳句、いえ、いい作品作りができると思うんです。ええ、なるほど、わかりました。はい、はい、あ、突然すいません、ありがとうございました。はい、どうだった、成功？ダメでした。うそー。